今回はランキングでございます。久しぶりの神保町吉本漫才劇場最近覚醒してる芸人ランキング。すごいランキングだな。やっぱり芸人っていうのはね、成長するものですから。覚醒して覚醒、まあ、もともと面白いけど最近すごいねと。ああ、なるほど。いるじゃないですか、やっぱそういう芸人って。まあなんか急に伸び出す時ってあるしな。あるやろ。変な話。やっぱりこういうのってそれぞれの目線でちょっと違うもんやから、うん、これはもう別でランキング作ろう。5位以内ぐらいじゃないですか。5位以内、5位、5位、ごめん、1位から5位。1位から5位。なるほどね。じゃあちょっと考えていく。考えていこう。まあでもそうやな、誰が思い浮かぶかな。まあもう一番はまずバイダンかな。バイダン、バイダン、バイダンなんかお前もともとおもろいやっけ。いやでも絶対 してくれでしょ学生。じゃあしてくれってこれ未来の話すんの。いやあると思うで絶対。じゃああるやん、それが言い出したら全員そう。今まさに今やだから福田フェイフェイ、福田フェイフェイなんか 100% やん。そんな絶対覚醒よ。じゃあ予想じゃない、今覚醒してんのやつ。何？ツイッターで。ツイッターで、はい、もう有言実行やつって、なんか35歳から47歳の間にアメリカ行きます。えそれなんか決めたらすぐ実行っていうことで言い出す年齢にして遅いな。確かにこれ面白すぎるよ。何歳？何歳って言ってるの？あ、そう、同い35。え、今何歳？今俺と同い年だから26で、35から40の間にアメリカ、アメリカ行きますっていうのを思い立つが吉日やつって。え、遅ない？ツイートして。で、今日、明日ぐらいに行ったの？覚醒してんの？覚醒してるとかじゃないけどな。覚醒してんのか、面白いね、あいつやっぱすごい、でっかい飯います。ありかなしかで言うと、ガンダム。ちょっとごめんなさい、福田フェイフェイを5位に入れさせていただきます。1位やけどな、それ今の話聞いてたら。でもね、三浦かな、俺は。ネイチャーバーガーの。ネイチャーバーガーの三浦。まあ、ニューライフやってるしな。中村ライフから見たときに、ニューライフをね、歌舞伎町に住み始めて3人の、ぜひカメラ、カメラマン、カメライフ、うん、カメライフにしたいなと思ってる。結果的に。うん。いや、なんかね、現地はどう特性したの？それ教えてくれ。ああ、三浦の。今までの三浦よりも、どこがどう伸びたの？三浦のリアルな覚醒部分はいじられても怒らんのか。いじるっていうことがただの嫌なことじゃないんやって気づいた。これに、じゃあまあそういう覚醒もありやったら、うん、コトラの量。あー、コトラの量は大学生な。大学生、大学生だよ。大学生、コトラの量はすごい。あいつさすがに3回戦を2回でかった。覚醒してる。別にチケット取られへんかっただけとかで言いそうやと。まあ、もっと後輩で考えたら、じゃあ俺もトラって同じ。トラこう。そんなんやった。やれること全部やってるやん。まあ後輩ということを加味したら、いや、それはお前ずるいよ。何が？10億円の髪長。髪長の方ね。うん。え、ずっと可愛いね。いや、これずるい。それだってそれは最近出てきてんから、それ覚醒する。何が？最近出てきたら覚醒するって何？それさ、じゃあ、今までよりっていう話や。覚醒するよ、それ。いや、まあ言うてね、僕たちと一緒のように、大阪で結果出さずに、東京来たパターンの人やんか。うん。まあ劇場もすぐ上がってる。覚醒してんの？覚醒してんのよ。マジで覚醒してる。じゃあ、言っちゃうかな。やっぱりそうは言っても、うん、覚醒してるやつやな。畠山さんだ。じゃあ畠山はお前覚醒しすぎ。何が？畠山さん、俺ね、ほんま畠山さんはマジすごい。畠山さんすごいっすよ。かけていいよ、お前畠山。何が？いらがなでかけるよ。いや、もうほぼ畠山さん。どっちの畠山だっけ？いや、なってない。あ、こっちや。そうよ、そっちの畑よ。畠山さん。山岡やろ。
いや、畠山さんはね、やっぱね、さくらちゃんとね、お付き合いして、神保町の女芸人、さくらと付き合って、やっぱね、やっぱり元気ですよ、舞台上でも。やっぱいい方に転んでるんやなって。なるほどね。畠山さん。畠山さん、マジで覚醒します。畠山さん。それで言ったら、タコ丸。タコ丸 ?NSC 在学中、タコ丸。お前、それはさ、ずるいよ。だって全然知らんよ。まだ。NSC 在学中の、タコ丸。それは、だって、それと俺も弱そうに入れて。普通に NSC 在学中の弱そうに入れて。お前、覚醒。あれは覚醒してるよね。ちょっと覚醒って書いてるよ。弱そうじゃない。しゅんちゃんまだまだ物足りない。じゃああと誰やろう。これ1位。あ、1位いく。うん。誰？小田上田小田さん。ああ。これはやばいし、正直もう誰もが認める覚醒でしょ。いやこれ気持ちいいなこの覚醒。なんか、うん、どう覚醒してる。ずっと面白いから始めたら。いや面白いとかだけじゃない人間味出て持ってるよな。小田さん。面白い。いやなんかなんていうかな、あのおはようって感じやな。あの感じってさ、なんていうの、ただの女の子に見えかねへん一言で。うん。でもおもろいよなんかさ。あしゅんちゃんおはようみたいなさ、おらへんから。確かにおらんな。だからさ、大喜利強いのに、そう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 、そのか確かにおらんかも。だからもう、こう新しいジャンルとしてきもう覚醒したんだけど、ジャンル覚醒。これバチョ、1位、うん、バチョフ。こまーそれ。ちょーちょーみーやん。それ、覚醒してんのお前、最近の知らない。あとなんかちょっと聞いたよ。何？だから見た M1？ あ、見てないよ。そこの部分の覚醒。M1 出てんのバージョン。うん。あの、小笠原ジャスティンと。おお、はいはいはい。小笠原ジャスティン、俺 NSC 同級実は。知ってる。で、ジャスティンと一緒に M1 出て。はい。楽しみましたよ。バージョンって、うん、もう自他ともに認める、うん、ピンのやつやったけど。そうやな。実は漫才で輝くんちゃうかって覚醒。茂みうどんさんパターン。バチョフ一やわ。格闘家のここかっつってたね。してる。格闘家のここか。めちゃくちゃおもろい。バチョフなんや。バチョフ。え、あと誰やろな。でも前一緒に住んでるから気づいてるんけど、勝山ちゃん。勝山はやばい。勝山のもうリアル覚醒してるから。リアル覚醒ってのはそれ以外ないこれだけほんまじゃあおいあかんだよ覚醒ランキングでしょ勝山すごいやん最近いやすごいよなんか見つけたよじゃあ勝山の話していい何ちゃおもろいよな一緒にコンビニ行って袋にいっぱい入れてで俺コーヒー買ったの、うん、で勝山がなんかいろいろ買ってたからその冷蔵庫に入れていって俺はなんかちょっとだけ入らないとソファー座ってたしゅんちゃんもうこれ投げるって言うたらその投げてはもう飲むやったら分かんないしゅんちゃんもうこれ投げる投げるかどうか聞いてるやんめっちゃおもろかったもう投げる確かに隠せないそんな言葉出へんもんなこれすごいうわマジか最後俺も梅岡じゃん3位え埋めれる、うん、いいよ埋めて3たまにか前にやばい夫人やんお前俺これだいぶ強いマジ今日のネタ俺見たんや劇場であそうもうずっとトップバッターやサンタモニカってうんついにもうポールがギター持ってマイムが踊るって言ってたもうトップに振り切ったもう営業盛り上げに振り切ってちゃんと客沸かしてたからこれ大覚醒マイム俺じゃあ行っていい？いけお前ええやんメゾン腹一刻なるほどねこいつはしかくせえ一刻一刻はでもほんまにせえないやせえしかも俺も正直あんまこんなん言えないけど、うん、結構
俺対策さしてる、してる。確かに一刻の面白は引き出せてるよな。俺も鼻が多分今後むっちゃおもろなった時にあの俺のとこに帰ってくると思う。こいつ無敵になるよな。いや無敵になれねえこいつ。なれるな、なれるなれる。なんか唯一無二やん。なんかあいつなんか俺が、いやなんなんやろこれ。なんか滑っても受けてもいい感じもあるし。お前それほんまかそれ今考えて大丈夫。じゃもうこれです。じゃあ発表して、じゃあ改めて、改めてね。じゃあ5位、5位、こちら福田フェイフェイ。僕はメゾン原井国。4位、琴ノ亮。僕4位、スマイルズの畑久美子。3位、サンタモニカワイ。ワイね。3位、16円の神長。名前も知らん。名前知ってんねん。はい、2位、勝也。2位、三浦。まだここ同じジャンルやな。あ、確かにね。うん、そして1位、バッチョ。いや、1位はマジで絶対小田さんということになりました。はい、こちらが、地元吉本漫才劇場の最近覚醒してる芸人ランキングでございました。さよなら。